皆さん、こんにちは。今日のポイントは、一つ、非連動相場です。ということで、4月20日月曜日の取引が終わりました。今日の日経平均は終値19,691円12銭ということで、前週末比マイナス288円14銭の反落ということで終えております。先週末金曜日17日ですね、4月高値を更新、この4月高値を更新して直近の高値更新をして19,897円26銭をつけて、終えて、おりましたが、週明けの今日ですね、心理的節目である2万円を前に売り物優勢のこの反落でスタート。そしてその後は下値限定となりましたね、19,700円を挟み、上下に動きながら、まあ、揉み合いながら大引けを迎えたということになります。で、まあ、明日以降、まあ、つまり月曜日以降、利益確定売りが入る可能性が高いということで、述べてきましたように、節目の2万円ところを前にですね、薄商いであったことからも手締まり売りに押されたということが伺えます。依然としてコロナ感染ですね、落ち着いておりません。警戒感薄らいでないということでありますので、2万円ところを上下目処第1弾。ここですね。2万円ところ第1弾。そしてもう1段上になりますと、下向きの75日線があります。2万2000を下にあります。こちらの75日線を、まあ、上限の第2弾と見てですね、今後も大きなリバウンド、大きなリバウンドはあっぱりない。見込みにくいのではないかという、そんな相場展開が続くと見ています。むしろですね、上向きにこちら切り上がっている25日線を目指しての下落と、25日線に近づいてくる下落ということも考えられます。ですので、必ず、なんて言うんでしょうかね、これ買っておけばこれ大丈夫だろうという安易な考えは控えていただいて、チャート分析必ずしっかりと行っていただくことを強くお勧めいたします。で、今日は先週末のニューヨーク市場のダウ 3% プラスの流れを全く組まない、まあ、折り込み済みと言われておりますけれども、組まない一日、まさに非連動であったと。日本独自の動き、まあ、そして日経に左右されない個別銘柄の動きも顕著に見られました。まあ、そんな、まあ、独自の動きが目立った一日だったと言えるでしょう。この動きはですね、明日以降も続く可能性がありますので、ビジネスとしてのチャートの見方、そして板の読み方ですね、これを忘れずに明日以降も頑張っていきましょう。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録よろしくお願いいたします。では失礼いたします。